どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスナイピングチャッティング。夜の屋上から向こう側のターゲットを狙撃するワールドとなっています。左の方には目標が写真で貼られており、それを撃つことになります。目標を確認したら、各場所に3つある狙撃銃のうちどれかを取りましょう。性能は変わらないので、どれを取っても大丈夫です。取れば自動的に角度を調整してくれます。残り弾数も表示されるので安心ですね。スコープは覗けるようになっており、スコープ部分をユーズすることで倍率を変えることができます。照準を合わせたらトリガーを押して撃ちましょう。目標に当てれば固有の音が鳴ります。一発撃ったら次弾にはレバーアクションが必要になります。今の音が4回鳴れば成功です。できてない場合は弾が出ないのでもう一度やりましょう。リロードする場合は銃を持った方のメニューボタンを押すことでマガジンが取り外せます。マガジンは置いてあるのでそれを取ってリロードしましょう。他にも先端にスコープを取り付けることもできたりします。こんな感じにシンプルですがスナイパーの気分を体験することができます。スナイパー特有の手ブレも再現されており、その状態で当てられたらとても心地よい。また下の道路には動いている標的もいます。止まっている標的に当てるより難易度が高いので腕に自信がある人は狙ってみましょう。そんな感じでスナイパー体験ができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。